今回は、4つに分けたうちの、最後、これで完成となります。今回はすごく長くかかった方だと思います。最近は油絵を、紙に描く、ペーパーに描くということを、いろいろ実験しています。これは普通のちょっと分厚めの、ワークマンっていう水彩紙に描いています。本当にオイルドローイング、油絵を使ったドローイングをしようと思って始めたんですが、なかなか今回はそうは、ドローイングという感じにはいかなかったですね。そう、前回鎌倉期、日本の鎌倉期とルネサンスがほぼ同時代ということを話したと思うんですが、調べたらですね、ちょっとずれてました。鎌倉が1300年まで、でルネサンスが1300年からということで、まあ少し、50年ほどかぶっているみたいなんですが、鎌倉がちょうど終わった頃に、ヨーロッパであるルネサンスが起こったという感じですね。まあ大きく見れば、まあ、同時代として考えてもいいんじゃないかとは思いますが、やはりその時代には、何か、芸術運動のような、芸術運動といっても日本の場合は、末法の世ということで、いろいろ世紀末を感じて、民衆が、救いを求めた時代であったんだろうと思いますけれども、ルネサンスの方はですね、やはり文芸復興と言いますけれども、その一般民衆との知識階級との、乖離ですね。イタリアで起こったルネッサンスは、ギリシャを目指したんですね。その一般の生活から離れてですね、それと縁を切って、つながってたものを切ってですね、大衆を置き去りにして、ギリシャの、英知へ、知識へ向かったんですね。ブレネレスキでしたっけね、なんか、遠近法を、得意にやり始めた人もいましたね。遠近法をそのルネサンス期1500年に今更やるっていうのは、忘れられてた技術だったのかもしれませんが、ギリシャ時代に、散々、数学的に非常に精密に研究された、お題で、それを今更ルネサンスの今更やるということは、古代のギリシャと、つながりたかったということなんでしょう。によってですね、民衆と、そういう知識階級、芸術階級との乖離ができるんですね。でそうすることによって、民衆は民衆だけの文化になってしまって、ルネサンスはルネサンスだけの文化になってしまうというようなことを、切り離し、つまり根を断たれたんですね。民衆は芸術、文芸復興と言いながらも、民衆にとっては、根を断たれるというような、芸術の根を断たれるというようなことが起こった。でその後ですね、まあその芸術によって根絶やしにされた民衆を、まあ、置き去りにしてですね、ルネサンスの方は徹底的にギリシャとつながろうとするんですね。まあけれども結局100年200年経っていくと、ギリシャも忘れ去られてですね、何かこう人間中心主義的なものが残って、
最後には消えてなくなっていくというようなことだと思うんですが、そこでもう民衆は置き去りにされたままなんですね。もう芸術というのは何のこっちゃわからないというようなことがもうこの時代から起こり始めているんですね。ギリシャは非常に真理に近かったという、まあ、ギリシャへの憧れみたいなものが当時あってですね、1500年前に起こったそのキリストの誕生から死に至って復活に至るまでのことをすっかり忘れてですね、その頃古代ギリシャに憧れを持ったんですね。でそれでですね、いろいろな数学的研究が行われた、建物への研究、構築物への研究が起こった、これは昔のことのもう一回のやり直しですね。でそれが、まあ、ルネサンスと呼ばれるような、まあ、その前にその中世、ヨーロッパ中世の時代を通り抜けて、そこに至るわけで、うん、バイオリズムですよね。繰り返し、神の支配のあった後にまた人間中心の、文学芸術が起こるというような、ギリシャへの憧れがそこで起こるというようなことなんだと思うんですが、よくフィボナッチ数列とかっていうのを聞きます。貝の巻貝の非常に美しいその比率ですね、でそれはいろんなところに当てはまるんですね。で僕らはこうやって絵描いててもですね、やはりその数列綺麗なそのどうやってもそうなってしまうような、比率の中で描いてるんですね。っていうのもそのですね、わざとその数列をですね絵画の中に持ってこようと思ってもですね、まあ、それは 表面的というかですね、図式的説明的なものになってしまうんですね。けれども絵画っていうもの、僕らも自然は自然ですから、自然の一部ですから、どうあがこうとですね、その数列やその黄金比率の中から抜け出られるわけはないんですね。で僕らが自由に描いたとしても、適当な線を引いたとしても、その、比例の中に入っていくんですね。不思議ですね。人間の手を伸ばして、それを体を中心に円を描くレオナルドの有名なデッサンがありますけれども、ああいう具合にですね、どうやってもこの自然の界の中からは人間はドアがこうと抜け出ない。まあその反面ですね、人間というのは非常に不自然なものを持っている。頭で考えた瞬間にですね、それを説明してしまうことになるんですね。離れてしまって、自然じゃなくなる、不自然になるんですね。その不自然さの中で絵の苦しみが、絵を描く苦しみがあったりするんですね。なのでですね、やはり欲が、大切だなと思うのが見る作業なんですね。描いて見る、描いてみるの繰り返しですけれども、見ることでですね、自分のやった作業を自然の中に返すことができるんですね。その時点では盲目で見えなかったものが、自分の目の前で起こっているものはなかなか見えないんですが、それを傍から見る目が必要ですね。でそれがまあ見ることなんですが、もし見ることができれば、自分も含めてですね、自分も含めて自分の精神状態すべて、息水一臓すべてを含めて見ることができれば、それが自然に変えるんですね。そうした時に綺麗な数列に見える、綺麗な構図に見えるんですね。でそういった時に自然が見えてくる、自分の描いたものの中に自然が見えてくる、それが、まあ、いわゆる写実主義というものだと僕は思っていますが、なかなか世界どこでもそうですけれども、写実主義って言ったら何かこうフォトグラフィックのような、イラストレーションのような何か説明的な図式であったり流行りであったり、写真のような、映像であったりとかですね、そういうものを、まあ リアリズム、写実主義と言ったりしますけれども、
そうではなくてですね、やはりギリシャ、自然を求めた、自然の法則を求めたギリシャに根源はあるんですね。で、その、そうですね、まあ、フィボナッチもそうなんですけれども、その何でしたっけね、あれ、忘れたな、アルキメデスじゃないわ、何だったっけな、なんとかの数式、いや忘れたんですけど、つまりその自然界の調和っていうものを、数学に持ってですね、非常に的確に表した人がいましたよね。あれ誰だったかな、ピタゴラスだったかな、ピタゴラスじゃないな、忘れましたけれどもね、その調和ですね、自然との調和で、それがその矛盾の中で生じるんですね。で、そういう自然と自分の心との対話の中で絶対的なものを求めていく、これとこれを足したらこうなる、これとこれを足したらこうなるっていう風な説明ではなくてですね、これとこれはこうならないっていうことを求めていくんですね。そういうことでですね、否定を持って確かなものだけを求めていくということなんですね。僕らは調和というとですね、なんかこうハーモニー、ポリフォニー、何かこの色彩の調和といったようなものを頭で思い描けますが、調和っていうものは頭では思い描けないものなんですね。やはり矛盾してますから、単純な循環思考では導き出せないものなんです。でですね、じゃあ調和っていうのはどういうものを調和っていうのかっていうとですね、こう描いていくとですね、いろいろな壁にぶち当たるんですね。でどうしてもその素材に縛られる、素材に縛られたり、モチーフに縛られる、対象に縛られる、で、まあ、対象に縛られなくても自分の心に縛られるというね、いろいろな束縛があって、それはこの、自然の中にある限りですね、必ず起こることで、もしそのそれが解決してもですね、自然自体の仕組みがまだ残ってるんですね、そこには。だけれどもですね、その束縛からですね、その束縛を通して、その必然的なものを通してですね、僕らは束縛されてるんですけれども、その向こうにやはり正しいものを見ようとする。で、正しいものを見る、つまりその自分たちの、どうしようもないものの中に、正しいものを見るっていう行為を、するとですね、それを土台に、向こう側には自由が見えるんですね。自由さ、僕らは縛られながらも、非常に自由に、ものを見ることができる、現実を土台にものを見ることができるんですね。で、そういう束縛、拘束ですね。で、自然のどうしてもしょうがない仕組み、素材的などうしてもしょうがないものっていうものの中にですね、まあ、自分の不自由さもそうですね、しょうがなさですね、そういう必然性の、一方に、自由が乗ってるんですね。で、それはまあいいものと言ってもいいと思いますし、
善ですね、善と言ってもいいと思いますし、光と言ってもいいと思いますし、全く自由なものを見ることができる。体としては不自由ですが、その向こうにそれを全部受け入れることによって自由が見えてくるっていう矛盾なんですね。でそれを天秤にかけた時にですね、そういう不自由さ、必然性と自由とが釣り合うんですね。ちょうどその天秤、重りを、両方に乗せる天秤が釣り合う。天秤というのは昔からその宗教の道具だったそうですが、神が天秤を持つわけですね。でそれが釣り合う。でそこにハーモニーが生まれる、調和が生まれるといったようなことだったと思います。調和というのは必然性と、自由の、バランスが取れる、ちょうど同じ重みにおいて、釣り合うということなんだと思いますね。だからですね、その天秤が釣り合っている時に現れている姿、形っていうのは画家が物を見ている姿なんですね。でその見ている絵と見ていない絵っていうのはそういうところで分かるんです。つまり調和があるかどうか、簡単に言ってしまえばこうですね、調和があるかどうか。調和も下手くれもない絵はたくさんあります。で調和がない絵っていうのは矛盾してない絵ですね。調和がない絵っていうのはその絵の中に矛盾がないっていうようなことで、ちょっとアホっぽく見えますね。でそのアホっぽい絵っていうのは割と小手先でうまいことがよくあってですね、人に称賛されやすい、理解されやすい、例えばですね、絵に値段ついてたらみんなよく理解できますね。あ、この絵は、いくらなんだとか、この絵はいくらなんですかとかいうことなんですけれども、一番単純に分かりやすいことですね。それと同じぐらい矛盾してない絵っていうのは分かりやすい。でその分かりやすい絵は人によって理解できるのでですね、称賛される、いろいろな商売に使われる、逆にはですね、その自分を欺くんですね、その作家を欺く、自己欺瞞ですね、自己欺瞞を起こる、やはりそれは本当じゃないということが作家はよく分かっているでですね、けれども人はそれをとてもいいというわけです。それによってやはり、まあ、これでいいのかと思う、で人を騙しているような気もするし、自分も騙しているような気もするというようなところで制作を続けていくということがよく、自分もあります。僕の中にもそういうことがあります。そうなんですね、やはり完全な、欺瞞のない絵というのは完全に自分が否定された絵ですから、そこは完全に自分が否定されて不自由で、武器、何かこう苦しみがそこに、何も生まれなかった苦しみがあると同時に、さっき言った天秤の向こうにはそれと同じ形を持った自由さがあるんですね。それがまるまる自由になるという時に画家は見るということができるようになります。でそれが見られてる画家、見られてる絵、調和の取れた絵、調和そのものというようなことになってくるわけなんですね。僕らは時折そういうことが、できる時がありますが、いつもそれでは僕はないんですね。で技術の中に一筆一筆のタッチの構成の中に、そういうものを織り込んでいくということはよくあります。一つ一つ見ていく、一つ一つ繰り返し、死んでは生きてというような感じで、見ていく、そういう、描いていく中にそういうものを織り込んでいく、
一つ一つが否定されて、一つ一つが、そのまま、調和を矛盾した、ものを裏腹に持っているものを、そのコントラストとともに描いていく、そして無形なものを見ていく、有形なものの中に、有形なものを無形なものの中に見ていくっていうようなことを繰り返し繰り返した一筆一筆、例えばまあ一筆じゃなくても一単位一単位ずつ見ていって、織り込んでいって形を作っていくっていうようなことをやっています。時々自分でもやはりバイオリズムがあってですね、まるまる否定された本当に調和の取れた絵、誰にも理解できないけれども調和そのものの絵というのも出来上がります。これはなかなか自分でも理解できないところがありますから、少し時間が必要なんですが、そればっかりっていうことではなくて、技術の中にそういう見方を織り込んでいくというようなことを僕はよくやっております。もう筆がだいぶ遅くなってきてますね。この辺でやめようかなというような感じで、ちょっとこう筆が遅くなってきてますね。最初のうちはガンガン書くんですけれどもね、やはり完成に近づくにつれて少しずつ、丁寧になっていくというか、充実してくるんですね。充実してくると、一筆一筆で世界が変わるのが、最初の方もそうなんですが、大きな立ちで世界がどんどん変わっていくのがよくわかるんですが、最後の方もですね、ちょっとした立ちで世界が変わるんですね。でそれが次の一筆でどう変わるかっていうのは自分には分からないんですね。だからですね、言っていて遅いんです、もうここまで来ると。で次の一手を入れるのが怖いと同時に、楽しみでもあるんですね。ちょっと一手入れるだけで世界が変わって、新しい展開がそこに起こってくる。だから普通に書き足すっていう感じじゃないんですね。書き足していくっていう感じではなくて、一つ一つ壊れてまたそこから生まれてくるっていうようなことを、その鮮やかさを繰り返すんですね。でそれがピークに達すると完成していく、もう本当に充実していってですね、自分の目にはどんな手を入れてもですね、そこが生きてきちゃうんですね。どんだけあさっての方向にボールを投げてもですね、なぜかストライクになってしまうという奇妙な現象が、最後の方は起こってきます。だけれどもですね、怖いんです。反面腰が重いけれども、一つのタッチを入れる楽しみもある。あ、ここ入れてみようと思って入れたらやはり想像とは違う、あれとなる。その瞬間にまたそこから世界が生まれるというようなことが繰り返し繰り返し起こってくる。一つのタッチに多分全体がこう響き合うんでしょうね。そうすることで世界がどんどん変わっていくんですね。もう正しいタッチは何かなと思いながら、少ないって言ってですが、最後の方なので描いてるんですけれども、毎回正しいタッチは何かなというような感じで、考えながら、それを求めながら描くんですね。これは正しいか正しくないか、正しくない時っていうのは、やはりその自分の描いたものの上に、付け足すような描き方をする時ですね。自分の描いたものに付け加えるような形の時は何もうまくいかない感じはあります。正しいタッチっていうのは、やはり自分にとって正しくないタッチなんですね。
なんか禅問答のようですけれども、本当にそうなんですね。正しくないタッチを入れた時にですね、正しさが湧き上がってくるんですね。正しいタッチ、自分にとって正しいところに置いた時にはですね、何か緊張感を伴って、嘘っぽさ、自分の絵のこれで満足しろよ的な何かこう、痩せ我慢の幸福というかですね、何かこう、嘘さが出るんですね。絵は嘘をつくものだと言いますけれども、そういう嘘はダメなんですね。僕らは絵においては常に演技者です。舞台の上で役を演じる役者みたいなもんでですね、大根役者といい役者やっぱりいるんですね。大根役者っていうのはその演技が、自分でかっこいいと思ってたりですね、できてると思ってる人たちですね。でいい演技者っていうのは、自分がよく分かってる、もっとよく分かってる人のことなんですけれども、僕らは舞台の上の役者、どんなことをしてもですね、間違った行為をする、滑稽な存在なんですね。そういう意味でですね、絵は嘘つきということなんですね。自分がやる行為全て下手手に回ってですね、下手に回ってですね、笑われるピエロのようなものなんですね。ですからどんなにかっこつけた、ポーズをしてもですね、そういう面白さがあるんですね。そういうお笑いというかですね、滑稽さがある。で、どんなに悲しく悲惨に打ちしがれた演技でもですね、それはそれで、悲惨な滑稽さがあるんですね。で真面目なものっていうのは、難しいですね。だからその真面目な演技をする、いかにも真面目らしく描くというようなことはなかなか、絵画ではできない、だからですね、真面目なふりをするということはあるんですね。でその役者が真面目なふりをしているのが自分ではよく分かっていないということがよくあります。その役者が真面目なふりをしているのに自分は本当に真面目だと思っている人は結構います。そういう人の、舞台にはあまりリアリティがない。その人は自分を欺いているからですね。ではなくて、その自分を演技しているすぐ横に自分が、自分がもう一つの目で何か見ているものがないとダメなんですね。自分がゼロ距離でその演技を見ていることが必要なんですね。でその見られている目、演技する方と見られている目っていうものがあって、自分の一挙手一動がそこで、何かこう道化のようにピエロのように否定され、欺かれ、滑稽な、姿に、変わるんですね。そういう自分が、何かこうシリアスなんだとか、真面目なんだとか、自分がいい人の演技をしているんだとかいうことが客観的にわからない役者なんですね。本当にそう思っている、本当に自分がいい
かっこいい演技をしていて、いい人であり、ある程度いい人であり、いい芝居をしていると本当にその役者が思っているという大根役者が、結構多いんだと思います。そうではなくて、それを冷静に見ている自分というものがその横にあって、何か大きな目でもってそれを客観的に見ている、よってどれだけ真面目な、また善人の芝居をしようとしても、一つ自分には何かこう抜けた、完璧じゃないところがどっかにあるわけなんですね。その完璧じゃないところによってですね、自分のその、善人の、かっこいい芝居がですね、少しアホらしくなるんですね。そのアホらしくなっている自分がですね、ある程度見えてないとですね、技術って技術として独立しないんだと思うんですね。やはり自分の動き、自分の気持ち、全部全存在を込めてですね、演技する、舞台みたいなものなんですね。その人の芝居が、舞が、演技が面白いかどうかっていうところに、絵の面白さっていうものが、あるんだと思います。そしてまたそれがタッチに現れる、一つ一つの手の動き、見方、などに現れてくるということは絵に見れるんじゃないかなと思っています。例えば筆を持った緊張した初心者が、慎重に描いていく姿、これも筆に現れているということができると思います。これを一つの演技、一つのリアリティとして取って、踊っていく、演技していくことが大切なんで、僕の場合は、人に向かって演技をするというのではなくて、やはり全否定、全ての存在、自分の存在を、否定してくれる、その全く違う存在、神のような存在に向かって舞を、言えば奉納しているようなもんなんだと、自分で思うところは多々ありますね。そういう意味で自分の場合、映画描くことというのは祈りの場だと思っています。後から考えてみればですね、毎日絵を描くわけですから、毎日祈りの場を持てているということはとてつもないことなんじゃないかなと時々思うことがあります。だからですね、大切なのは技術的な絵の具がどうとか、この配分がどうとか、このようにして描くとかということではなくてですね、身体性、つまり演技力なんだと思いますね。その人が初心者であったとしても、その演技力は関係ありません。やはり自分をどこかゼロ距離で見ている自分がいるということによって、その人は演技ができる能力を持つ、それを表現する能力を持つことができるんだと思います。それが絵の具の重なりや、画面に現れてくるんだと思います。そういったように技術を限定していくことで、巧みな技巧というものではなくて、そういったような演技力と、いうものに限定していくことでですね、普通にその、素材的な限界というものにすぐぶち当たるようになると思います。巧みに使うということはですね、それをうまいこと、壁に当たらずにですね、描き進めていく、自分の概念に向かって描き進めていくということなんですね。ではなくてですね、演技力というものはですね、その素材を素材として生かす力なんですね。で、素材を素材として生かすためには、その素材の限界に早くぶち当たらないといけないということなんです。その意味も込めて今度また話したいと思っています。
それでは今回はありがとうございました。